わあすごい場所になんかやってまいりましたはあオープンローズ続きいきますマイクロペーサーどうぞよろしくさあ家族の秘密を探して別荘に来たわけでございますけど。 おじいちゃんの、ん気になる点とか、んおばあちゃんのん、気になる点とか、いろいろ出てきた感じではございますが、次こっから、どうしていきましょうないろいろやらなあかんことは、ちょこちょこあるんですが、おばあちゃんの部屋のドアは壊れていた。でもそんなことじゃめげない。バンに置いてあるドライバーを使ってこじあけてやるんだから。てことで、とりあえず、バーンを、 開けてその中のドライバーを手に入れればいいのかなここかい。会場。そう、oh, のまんま。ダサいランプに、ーーアコギにギターもいたいや。<A> 匂いが気になる。カビ <A> の割終わりにワロろうとるけどちょっと。当たり前でしょ。30年も放置されてるんだから。だから、母さんは入らないの ああ分かった。すぐ出る。いいムカムカするわ。ドライバーを探すだけにして。<Right. S 1> はーい。Y, right? 変なもの取らないんでね。All right, all right. はいはい。んーでもこんなの見せられちゃったら。ちょっと探っていこうってやつかい。あこぎ。ゲンは大丈夫かいピラを取る。Wow. 根っからの演劇少女モンタギュー亭の殺人はあ、はあ、はあ、だとよで運転席レコードあるけど触ったりはできないボックスあっあった取扱説明書サビーノこの車の名前かな とド,ラドライバーをドライバー違う手紙じゃないドライバーオッケーとりあえずゲットで手紙があるーーこれは、うんいいや,やばい腕でベイビー今年の夏は最高に活かしてたけどここらでお別れだ俺に雪は似合わないんだバイクでカリフォルニアに行くそっちに行くことがあったら俺を探してくれカートカートってやつが出てきましたけどー 取ったまたこれまたおかんとこ行くんかまた手紙ローリも言うじゃん気持ちは分かるオパールへ私の手紙ちゃんと届いてますかカートのことを聞いてから一度も返事がないんですけどこっちは毎週出してるのにパークの方は散々楽しい人たちはみんないなくなって残ったのは私とゴードンとサンダースキー出身の石頭だけ誰やろ 返事がないようならあなたはカードとよろしくやってて返事を書けないんだろうと思うことにします少なくとも誰かさんは楽しい思いをしているということですね学校が始まったら話を聞かせてちょうだいこっちがあんまり忙しくなければの話だけどですってもう誰が誰が全然わからないといいだビラ大学出版現代劇また劇かはあ、リチャード・シェリダン わる集悪口学校ああ。とかいうのをちょこちょこ見つつとりあえずはドライバーとったしオッケーかなんか今一瞬何でもねえか違うか車からテるルでした。したよそ通りクールだった、well うん見つかったのは、うん、ちっちゃ文字何これ <laughs> 下の <laughs> 下のやつちっちゃ手紙出してあげようこれその顔カードの自然消滅じゃなかったんだ、うん、嘘ついたのねある夜ダイナーに出勤したら書き置きがあると言われて <laughs> それがこのバカな手紙だった あ,あ、ひどい話自分がすごく間抜けに思えてどうやったら一緒にいられるかその先の生活も含め考えていてや先だった彼となら生きていけるかもって、うん、そしたらこの仕打ちなるほど一週間泣き暮らしたあんなに泣いたのはあの時だけ はあ、最低の最低のケツな男とか言えるんですけど。はあ、言ったろ。アースホール言うてますはあえー、でもそうでしょ。はあ間違いじゃない。あの夏、学ぶべきだった。他人を当てにできないって。 うんふそばにいてくれるなんて期待していたらある日突然いなくなる,なくなる、はあ、友達は人付ければダメってことどのの<タッ>うんそうじゃなくて人は大事にしなさいでもいずれいなくなるだから一人で生きる覚悟を持つの、うん、つまりこういうこと パパがママを捨てたのの離婚二人意ってて言ったけどどちらににしろあのののの人ははは今こここいいな実際どううだだだだっった本当ととを教えててパパ口ぶりママがが離婚望望んんんで ははは。ッハッハッだから自立しないとダメなの相手がいなくなってもこんな思いをせずに済むから覚えておいてふーんともかくドライバーあったよそれは何よりじゃあとりあえずこれであのドアをぶち破っていく感じだね これでいいよな。まあ、一旦はあそこ。二階があるからちょっとそっちが気にはなんやけど。まあ、一旦開けますか。あれや、二階じゃな、二階じゃないか。あれ、二階なかったっけ嘘でした。平屋でした。またなんかいろいろ。あ、手紙まだあるで。なんかいろいろ。 オパールへ。今年の夏は私がお楽しみを独り占めと思っていたのにカートのことを聞くまで羨ましすぎるオートバイに乗ったプレーボーイか私なんてオートバイに乗ったこともないのにこっちはゴードンってこと付き合ってるカートほど楽しい人ではないけどキュートらしとっても優しくて彼ったら急流滑りのアトラクション担当で趣味は飛行機模型とアマチュア無線なんてオートバイじゃないのすぐに返事をちょうだい洗いざら、ね、い話しなさいよ 行動の飛行機話が退屈すぎて死んじゃう前によろしくオートバイじゃなくて急流滑りの丸太に乗っている大親友よりローリ今度んん見つかりましたよー Ooh, ローリーが焼いてるよ <But> でもコー,ード行<動>いい人す急流滑りのオペレーターなんてすごい技術職だし <laughs> 飛行機模型が趣味で手先が器用アムチはアム線はわからないけど多分クーん。ローリーも最後にはそう思ったみたい結婚したからあ、そうなんよあら式はどうだった出席できなかったでもそういう関係がうまくいくのあ、それぐらいの距離感があってかああ、てか手紙系多いな 新聞切り抜き次は二人とも心の余裕がある時に謝るといいでしょう希望の石への失神。あなたは我がく理想を信じていて人にすぐ心を開いてしまうおまけに今は心に大きな痛手を負っている中身のない見せかけだけの人間に突き込まれないでミリーへのお悩み相談はミシガン州グランドラピッツ支所泊6711100にお寄せください返信ご希望の方は切手を貼り重賞を記載した返信用封筒を同封ください ミリーの新作「リセント」の助言は全国の書店で公表中。今すぐ解決したい悩みがある方は。なんじゃこら。希望の石。なんですか、これは。ママのこと。遠回しでしょ。ーーーしょおばあちゃんはカードと私の関係に反対してた。行き先も告げずに遊びに行って、朝帰りしたこともあったから。 はあ、おばあちゃんも娘が心配だったんでしょあ,あ、せしょママは不良だったんだ。よくおりやるそうだ。私が不良じゃないこと、お星様に感謝して、あなたとフランだって夜ふかししてる。でも、夜ふかしと夜遊びはちゃうよ。シムズやりながらピザロール食べてるだけ。<laughs> まったく最近の子供は以上。はあ 何だろう途中からなんかもうオカンの話ばっかりで大したな謎の話出てこへんけどドアちゃんまたあったね今回人は違うよドライバー持ってんで今回は開けたるで開いたおやるじゃないやるでしょあ開いたよ 何の部屋だい寝室普通にカッチョ。おばあちゃん、この机を気に入ってた。フリーマーケットで見つけて。机持ちだったんだね。机持ち。え、たくさんあった。作家だったし、どこでも執筆してた。何が入ってるのか?。うん。あ書きかかってる。うん。ちょっと待って。 んあの鍵おばあちゃんの日記のあそここで使うかほんまに <Right. S 2> それよ開く開いているメモこれはヘレン私を一人にしないでくれ君のためにやったことだすべて君のために それにあの子たちは私の子でもある。私にも権利がある。ん誰やピエール・ロートレック・オンタリオ州・ケイルンデール。誰からあのやつやろうこれ何ってううことは私の子でもあるって。Uh, I んーこの男はママの実のお父さん ガイルじゃなくてだからばあちゃんと娘たちと一緒に逃げようとしてたありえないママ見て,見てああ、住所あるねピエール・ロトレック、オンタリオ州ケイルンデール・デイうーん確かめに行きたい無理よ でもここまで何時間もドライブして服もそんなに汚してそれだけじゃ飽き足らずにカナダまで行くつもりそれも30年以上も昔の住所を頼りにさすがに準備した方が影い響いはするけどなんかちょっと怒ってる家の片付けもあるし電気会社に電話だってしなきゃいけないそれにうんストップうんママのお父さんの話 う、えーん、こかな孫の終わりに関わる話だよ、ね、どうなの私にも関係があるレオ爺ちゃんは実の祖父なのか私たちは何者なのかせやなこんな大きな謎を残して家に帰るつもり、うん、今の演説に心を動かされたわけじゃない 勘違いしないでたまたまテスト同意いけおじゃあ行くんだねはあ、とこの男の関係話してくれなかった理由実の父は誰なのかそれを知りたいこの住所に行っても何も見つからないかもしれないでも何か見つかるだねあと一日のドライブでその何かを突き止められるとしたらやる気けないはい <laughs> 行こうぜ私同じ境地に出してくれてよかったうんじゃあそろそろ行く暗くなってきた早いな泊まれる場所を探しましょう道順調べて明日の朝からない立ホテルルームサービスもありがとう最高の週末埋蔵金は結局見つからなかったけど <Yeah. S 1> うん、たぶん国境の先にあるんだよ。あれでも穴掘りはしてないけどな。あら、行くんだね。じゃあ行きましょう。ああ、ピエール・ロードレックとかいう男がママの実の父親なのこれは大ニュース。カナダの住所も見つかった。早速確かめに行かなくちゃ。あらー、そんな展開。 状パカッチョこの度のことお悔やみ申し上げますご家族のご人痛をお察しいたしますジャネット・マイケル・リチャーズリチャーズこっちもかえヘレンこの度の秘宝に接し未だに信じられない気持ちです私たちにできることがあったらどうかお知らせくださいサルツマン家一同 からんいろいろおるからわからん。これは、おじいちゃん、ガイロおじいちゃんとの結婚式のやつってことやんな。あとは、ペン。うん、特になんも。灰皿。観察できるだけ。こんなもんですかリサイ,スターエイ イースターダックでしただな引き出し上げたりはここはなしえー、行くのかい絵はがきダーリンとにかくもう少し待ってくれ土壇場でおじけついてしまう気持ちもわかるが私たちにはちゃんと計画があるレオが知り私は国境に逃げる状況が落ち着いたら君をこっちに来る私一人が逃げるだけではうまくいかないんだこっちに君も望みうるもの全てを用意しておいた私たちだけの家 誰も私たちの名前を知らない、静かな田舎町、それから大量の現金、これだけあればしばらくは遊んで暮らせる、子供たちも気に入るはず、ボート暮らしに喜ばない子はいない、バーゲン考えを捨てて計画通り動いてくれ、そうしたらまたすぐに一緒になれる。ああ、これはだから、おばあちゃんの不倫アイディアな。ママー、見つかったよ、また。<laughs> い,いえ全然私は何歳と思ったうかしら。1は代の女のうか。んは何歳と言うか。にはくつもりうか。たはかしら言うなんかな。なお気軽にはしなかっただろうけどおばあちゃか。には何か考えがあ言うか。たはこの手紙うか。むはりおば言うか。んはやっぱり決心がうか。いはて言っ言うかも。 だなどこかの馬の森とカナダでボート暮らしなんて娘たちは喜ばないそう考え直したのかなああ今後はカナダ男って呼ぼうカナダ男愛は人をおかしくする悲しみもね両方かもああ言うとります聖書 つきうん開けたりはできませんこっちも見るだけじゃあこんなもんかここは以上だね行くのかいもうなんもないわななんか犬小屋の ああるやん、掘り返す。いけるやん。ずいぶん頑張るわね。床下を張ったり、通知を掘ったりああ。それが冒険でしょ。お。おろうぜ。お。何も見つからなかったとかでさっき言っとったけど、あるやんなんか。これはスケッチ。あ子供の頃の。 メモあるでさよならナイトシェイド友達でくれてありがとう。寂しくなりようガストあら妹が。あらここに自分の思いを埋めたのね。まあもママ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 マ あ I think、so、too. あ持ってこうはい back, おかえりナイトシェイドせっかく埋めたのにな本当の宝物とは道中で出会った友人たちのことだったというのは冗談で宝箱の中に眠っていたのはおばさんの空想の友達ナイトシェイドだった掘り返しちゃって悪かったかなせやなあんませっかく封印したのにみたいなそんな風に俺は感じたけど じゃあこれでカナダの方に行く感じになるのかな一通り触れるもんは触ったと思うし行きますか行けんのかなあ出発できる行く これで一気にカナまで行くんかいあ、ホテルかルームサービス頼もうここはルームサービスがあるような宿じゃないのなにルームサービスはホテルここはモーテルトリラハウスじゃなくてモービルハウスみたいなそうでも今回は レッカバー。すぐ隣にレストランとラウンジがあるから夕食の買い出しのついでにカクテルを飲んでくる長い一日だったからもういいや食事を持ってすぐ戻るまあいいかママが飲みサービスするならあ、パシリ何を食べるうん。バーガーうんバーガーね宿題やってなさい宿題持ってきてんやったっけ リュックなんて持ってきたせいで宿題をやらされる羽目になったこんな部屋に閉じ込められていたら他にやることもないけどあ、まあ普通にモーテルのお部屋に来たみたいですね避難経路図214だろうね俺はうーんんならだ、はああまあまあおマウスウォッシュとか撮れるなんかこういうのを観察する感じのゲームに変わってもてないなんか 2003年やからな、おんのスーツケースをなんか薬、ピールなぜに、お母さん何歳閉めたこバレへんようにな。開けたって思われたらめんどくさいもんな。おや、持って帰っちゃおう、あるけど。いったん何かすんのかい、oh, コーヒー泥 <how lovely. S 1> ドロミズじゃん。 勘弁してまだコーヒーのうまさに気づいてないやつかああ子供の頃はブラックコーヒーなんて飲めたもんじゃなかったけどなもう今逆にでも,もうブラックしか飲まんくなったもんな2003年はま,あまだ全然そっかブラウン缶全然ありえる時代やもんなメールチェックおとんからですベア元気かい こんばんばは仕事で大忙しだけど明日話そういつもテスのことを考えてるよパパフランフランにフランって誰やったっけユーロベストから帰還お化けどんな感じだった大したことないお化け屋敷なのにおばけいったちっちゃいやつ赤ちゃんお化けカ切りリとか一人前とかないない ついでに怖い話。ネバダ行きのこと、ママの反応どうだだったうるさい。まだ行ってない。え、ね、遅刻ない。<noise> そりゃ、言ってへんやったらまだな、飛行機でどうたら言ったやつ。ちゃんと言わなきゃ。行かせてもらえなかったらどうすんの <noise> よし、行かせてもらえる。<noise> 今いいなよ。その時が来たらね。<noise> いつ今でしょう。違った。知らないよ。で、探し物見つかった <noise> イエスアンドノ o 明日カナダに行く。はあ 本当のじいちゃんについて手がかりが見つかったもう少し詳しく調べに行くえあんたに彼たちの血が流れてるってことそう4分の1はメープルシロップが流れてる戻ったら連絡するテンポい今夜は変なモテるぞまり嫌になっちゃうボロいし臭いしルームサービスもない原始行きすぎ部屋調べてみたやばいもん置いてないあるかも何かあったら速報する おとんにメールねえパパどうした手術部屋カナダの国境を越えるからパパにメールしとあ質問があるパパとママのこと嫌な予感がするけどいいよおパパパパはママに出て行けって言われたって言ってるよねママはパパが自分から出て行ったって言ってたママはそう言ってたかどっちが言い出しっぺかっていう問題でもないんだでもこっちにはとでかいチャンスがあってパパにはそれしかなかったママはこっちに行きたくなかった理由はわかるし だからパパはビデオ屋も何もかもやめて家を出たパパがいるのといないのじゃ大違いビデオ屋も店はいない方がいいだろう自分のパパが上司なんてパパがいた方が雰囲気が良かった顔文字つきディスプレイにハロウィンの仮想コンテスト映画の名ゼルフクイズもあったし新しい店長は全然とでかいチャンスでどんなの新しいベンチャー事業で今は投資の段階詳しい話を早くしたいけどもう少し成果が出ないことには パーフェクトな状態にしてから話したいんだ。テスが小さい頃書いてくれた絵本覚えてる今も大事にしてる。あれも完成するまで見せたくなかっただろう。それと同じ。はあ。なるほど。わかってくれたうん。詳しい話楽しみにしてる。すぐにできるよ。多分じゃあ仕事に戻る。愛してるよ。言わない。またね。携帯をポケットにしまう。 変わったたものを見つけたら、フランにメールしようなんかあんのか宿題宿題の前になんかじゃあできることあるか出てん幽霊出てくるはあ,あ宿題するぐらいしかでもなさそうやけどな外には出れへんもんな さすがになんもないと思うぞねこれじゃこれなんの絵うんこれが関係あんのかいまた聖書聖書だけ舌舌うんー傷ついてるだけか 何もなしあ結構いろいろ開けれるねパンフレットおぉぴぞつなんだいあメール送れるわプラにメールこの辺の観光案内ある見どころは ヨット、橋、農場祭り、歴史的繁華街。繁華街の何がどう歴史したの古いってことかなえ、すごい。出発前にいろいろできる。はみ外しすぎないでね。だけか。ああ他はなんもないな。な、はい。つまんない。宿題する。

2二人でうちの別荘に行ったの別荘覚えてるモービルハウスよまだあったそれともかく両親のことでいくつか疑問が出てきて出てったうーんおかんもちょっとやっぱ気にはなってんじゃねえバーガーは我がしくて必ずうち取ってくれるバーガーポテトだ食べる 食べるーちょっとずつ食うね食べるー早く生きれ飲み物なしか食ったみよ兄弟なるバーガーを成敗したいる向こう行ってるななんか聞きに行ったりできんのか聞き耳を立てれないねあれあれあそっちで喋ってるの あげといたろうよしでメールチェックプランにメールパパの夕食作り手伝ってたカナダまでのドライブ楽しんでえら時間にかまれないようにだけ宿題終えるいえもしかして父さんはあらうんテスもいる待ってん変わんの おばさんが話したいって、私は一服してくる。タバコですか。アーティス。はい、アンドーガス。あ、オーガスおばさん。全く信じられない話ね。あら。もう全部聞いたの。信じてるの。うん、本当。あなたはどう思ってるの。うーん。ワクワクしてる。そう。I mean。 おばさんやママにとっては大問題だけどばあちゃんの新しい一面が見えたっていうか、うん、父が死んだ時私はまだ幼かったあなたのママの方がよほど辛かったと思う、うん、私はほとんど覚えてないのそうなんだセラピーに通ってだいぶ楽になった最後に別荘に行った時はまだ子供だった何か見つかった うーん、言うていいんかなナイトシェイド見ちゃったよ。ああ、ずっと忘れていた。思い出させてしまったかい。不気味な名前とか言うたな。<laughs> 私は不気味な子だったから、父が亡くなった後、ナイトシェイドが心の隙間を埋めてくれた。<laughs> ああ、ガイルおじいちゃんが亡くなった後ね。<laughs> ああ。 つらかっただろうねええー、別荘はどんなだったうんボロボロ、うん、まだ崩れ落ちてないのが不思議なくらいあそこに住めたらよかったけどあそこに住むシカゴよりもあんな偏僻な場所がいいのおばさん傷ついちゃう、うんんん <laughs> こっちで私と暮らすって話ママから聞いてないえママも一緒でいいのもちろんでもママは乗り気じゃないってああそうやどういうこと本人と直接話して私がどうこう言うことじゃないママは待って仕事に戻らなくちゃ愛してるです私もおばさん ですってよなるほど電卓そんだっけおかんはあれ先こんなあったナプキンうんアンドロメダの集客を増やすには口コミを増やす T シャツを作る地元の学校にポスター俳優や監督のレクチャーこれはナプキンにおかんが書いてたのかい ママがバーの紙ナプキンに書いたメモなんて劇場のことが書いてあるどうやったらお客がもっと来るかなんだ変な期待しちゃったいつもより売り上げ悪いみたいもっと強烈にアピールしないと花火を打ち上げながら劇場へって叫ぶ飛行機で空に劇場に行こうって書く小学校の学芸会でアンドロメダを見習えてブーイングする本気 <laughs> 子供は立ち直り早いからママさんたち大激怒。ナプキンに書いてある案の方がマシかも なじゃこれあおかんなりにいろいろ考えてんねやろうけどうん、はあ、でそんなおかんはあれ外かい母親を呼んでベッドに入るあもう一気に。 行くんかいで、ジョスはトッドを見ていた覚えたててセ、ね、リフが飛んじゃったのねトッドもジョスを見返すだけだった、うん、ジョスが決め台詞を言わないと場面が台無しなのに静まり返って公援初日によそしたらジョスは言ったあなたペンザンスの海賊ん。ということん。 母さんの話聞いてるちょっとよく分かってなかった。カリブの海賊でしょうん。黙ってた方がいいならそうするけど。いえ、ありがとう。死ぬこと退屈。パパとフランはどうしてるかなまたメールするのかい他運転してる。続行中やで、ね。あ、あれ持って帰ってきてるやん。分かった。 携帯どうしたっけグローボックスに置いたポケット入れたんじゃなかった分かっちゃあれ携帯いやだけ忘れたマニーよく探したリックの中にもどこにも見当たらない充電器も一石のほとりに忘れたんだと思うおいおいマニーマ うん、引き返さないと。今すぐ引き返さないと一緒やん。うん、携帯がないと困る。全部同じこと言ってる気するけど。引き返さないと。出発してもう一時間になる。わざわざ携帯を取りに戻るなんてできない。一日くらい我慢なさい。何言ってるの。うーん、盗まれちゃうよ。モーテルに預かってくれてるから帰りに回収すればいい。 意外えそうまだ1時間も経ってないからもう経ってる1時間と18分、うん、細か飛ばして戻ればいいでしょスピード違反するつもりないし携帯のせいで違反切符を切られるなんてああ、コ論めっちゃコ論。忘れたのはママのせいだよママが嘘つくから頭が回らなくてあら 人のせいにしてる。なのに戻ってくれないの。<laughs> 待って。お母さんがいつ嘘をついた?。<laughs> えー。あ、薬の話。あ、どっちもやな。どっちかというと、でもこっちの方にした方がいいやな。こっちはなんか、うーん、もっと口論になりそうや。<laughs> おばさんの家のことを内緒にしてた。<laughs> うーん。おばさんが協力してくれないなんて。<laughs> あ、嘘じゃん。<laughs> 嘘じゃない。あの家を買うように頼んだのに断られた。助けるつもりがないから。でも一緒に住んでいいって。それは私から断った。理由も説明できる <laughs> ああ。でもベッドで寝れるじゃないじゃなく、車中泊はしない。ちゃんと何か考える。本当にママには何にも計画もない。<laughs> あります。 お金に余裕はないけど、職はあるしうんパパと別れてなかったらどうなったと思うどうして私の仕事に無関心なのワさん嫌いなのあー…自分のこと聞いてみようかどうして私の仕事に 仕事のこと何も聞かないじゃん今問題が山積みでいつも劇場の話ばっか<も>、うん、ごめんねウェブサイトの勉強に割く時間がなくてパパならああ<ー>なんで一度くらいパパの話をしてもいいじゃん離婚のあ、言って大丈夫今今は話したくない <laughs>

いい加減にして、そう、真実を知りたいのねお、なんかでるなら教えてあげる、離婚は合意の上じゃない私から縁を切ったああ。あの人はリノでギャンブル1本で食べていくと言い出した。私がこういうのでも思ったのかしら、私と娘と要介護の義母のことは気にしないで、お金持ちになってきて。<laughs> 言い方 そんな遠距離で結婚生活を維持できると思う。ああ難しいわね。あの人は逃げて陽気な父親を演じてる。私はいつもの意地悪な母親役全て押し付けられて。だから離婚した。あの人は新しい仕事をさぞ誇りに思っているでしょうね。母さんも鼻高タもう皮肉がすごいな。デバダに行って、洗いざらい聞きなさい。きっと真実を教えてもらえる。あら。 か母さんぶち切れ携帯をなくしてママと喧嘩したハウスボートに着くまで2人ともだんまりなんて楽しい旅行だろうかっここれは皮肉皮肉だらけですなあら車検証これ前見たやつやなレシートあって携帯ないかなあーあもう勝手に 進みました。行き止まりね。いいえ、どこならまだ進める。どこまで。わかんないよ。行ってみなきゃ。うん、この先っぽい。ともかくありがとう。2> 今二人とも気が立っている。ピエールのことがわかったら帰りましょう。さあ、気が変わらないうち。に、うん そのカナダの言われてた場所にじゃあやってきたってことかあ写真で見たハウスボートを探したって言ったピエール・ロートレックという謎の男が所有しているみたい何か見つかるといいんだけどわあすごい場所になんかやってまいりましたはあ ここでじゃあまた何かいろいろ探し物をしていく感じなのかな。もうでも何か水も干からびてボロボロな感じになってる気がするんですが。やなぁ。やけど、これは郵便ボックス的なやつレぇ。謎の男の名字だ。手紙あるかなうん。<laughs> ダメか。買いかかってる。破壊せ破壊。 どの道下りの手紙を,手紙を盗み読みは違法だから破壊もダメロードレックとか書かれた郵便ポストがあった勝手に調べるのは違法だってママは言ってるけど構うもんですか構うもんですかって言っちゃってるでああじゃあこの先ここをまた調べていくことになると思いますがこの続きまた次回プレイしていきたいと思います いろんなお話が出てますがなかなか興味深い展開にはなってきております。それではまた。よろしくどうぞ。